阪神さん、山本由伸を2回攻略しないといけない。1006戦、山本由伸、2007戦、宮城、きついやろ。きな交流戦は甲子園で8回無失点。山本由伸も、こないだのロッテ戦見るに、調子悪そうだし別に、阪神の負け確定、ってほどでもないやろ。ノイジーが覚醒するから余裕。逆に村神様を打てるんけ？言うて、折は、打線貧弱やからな1点取れば、勝てる可能性は割とある。むしろこういう時って、山本は打てるけど、他の投手に抑えられそう。ラオウ頓宮紅林なしで、オリックスは、阪神投手陣打てるんかな。山本って、大舞台やら、短期決戦クソ弱い印象あるわ。ちな山本クライマックス、日本シリーズ成績、通算43回11失点、防御率 2.30。失点した、試合のイメージが悪いだけで、そんな悪くないな。ぶっちゃけみんな派どっちが勝つと思う？ Y は阪神。